ごきげんよう、日本画家の諸星美希です。映像作家の玉木信明です。本日はご報告があります。どうぞ。先日行われました、ニコンバーティカルムービーアワード2024で、諸星美希先生を題材にしたドキュメンタリー映像で、命の色カラーオブライフという作品が、準グランプリを受賞することになりました。おめでとうございます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。準グランプリですよ。今大阪芸術大学の客員教授をしてるんですが、以前勤めていたところの大学の教え子なんですね。で、大学を卒業してから何にも応募していなかったんです。でも今回は挑戦してみようかなって言い出して、初めて出して二等賞ですか、はい、すごい。もう本当にありがとうございます。もう皆さんのおかげです。ありがとうございます。それでですね、なんかどういうきっかけで作ろうと思ったですか。はい、まあ去年の11月頃から募集が始まってたみたいなんですけど、まあいろいろ仕事をしてて、12月の中旬ぐらいから、本格的に制作に入りまして、何を撮ろうかなって思ってたんですけど、諸星美希先生が、大阪芸術大学の客員教授をされてるんで、先生がその起用論文として執筆した論文を読みまして、それを題材にしようと思って、制作しました。またそのね、論文は概要欄の方にリンクを貼りますので、リポジトリがね、はい、ありますので、ぜひご興味のある方はぜひ読んでいただけたら幸いです。そのまま PDF が読めるようになってるんで、そうだね、ぜひ読んでみてください。はい、はい、じゃあその基本論文を軸にして、はい、色を表現しようかっていうことになったのね。なんかまあ後ろにある岩絵の具を、そうです、ね、私の人生に重ねるっていう形。そうです。で、まあ、2分の映像。はい、映像。まあ先生自身がその論文の中ではその日本画における写生の重要性について説いておりまして、論じておりまして、で、先生が言うにはその写生とは生を写すことだっていうことをおっしゃっていたので、まあ今回のそのニコンのこのアワードのテーマが、Show your color、 カラーが色がテーマだったんですよ。なんでズバリ先生にとって、まあいつもね、命を写すことっていうことを言っているので、学生たちにもねそういう話をするので、それで命の色、それで先生にとって命の色とは何色ですかと聞きましたら、先生は赤、ズバリ赤、ね、赤だと、最初にね、なんか生まれてくるのも赤ちゃんっていうふうに皆さんね、赤ちゃんって言うと思うんですけれど、命の始まりってなんかこうエネルギーがものすごく強くて、やっぱり色を使う仕事なので、まあ色は本当にたくさんいろんな色があるんだけれど、私はズバリ答えなくてはいけない立場じゃないかなと思ったので、まあでもこの質問には迷いがなく赤って答えたので、それが一番ラストカットの赤になったね。そうですね、僕は普段物事をレンズを通して見つめる仕事をしておりますので、僕自身は白色か透明色であり続けたいなっていう思いがあって、この赤をよく見せるためにっていうことなのね。あくまでもその僕はその人にそれを取って人に伝えるっていう仕事でもあるので、僕自身は何かあんまりこう色に偏りがない人間でありたいというか、そういう思いがあって、最後のラストカットはその白い、白地の上に絵皿に乗った真っ赤な赤色が映ってるっていう
そういう絵にしたんですけど、うん、それのテーマがその今回のテーマに対する僕なりのそれが答えになってるっていう感じですかね。うん、いいと思う、はい、なんか私もその赤に嘘がない赤にしたいなって思ったので、まあ本当に貴重でね、あの日本画をやっておられる方は分かると思うんですけれど、本朱の赤を絵皿に山盛り溶きました、うん、本当にね、綺麗だったですよね、本当に、うん、あの美しかったね、はい、うん、その赤が伝わって今回の準グランプリっていうことで、はい、本当に良かったね、はい、なんかずっと名前呼ばれなかったじゃない、なんかたくさん賞があるんですよ、なんか12個ぐらいありました賞がね、でね全然呼ばれないんですよ名前が、と思ってそれで最後2つになってやっと呼ばれてね、私はほっとしたんです。あ、でものすごく大きいスクリーンにもう私の顔がすっごく大きく映ってすごく恥ずかしかったです。でも、はあ、玉木くんやったなと思って本当に嬉しかったです。こんなになんか苦労もすごくねたくさん彼はしているので、はあ、やっと花開いたかなっていうふうに思って、25日にね発表だったんですけど、本当に帰り道も新幹線の中私は一睡もできないぐらい嬉しかったです、はい、なんか審査員の先生方がねすごい素晴らしかって、ね、まあ私は実は実家が写真館なんです。諸星写真館といって福島県の相馬市にある写真館なんですけど、そこの娘なんですけれど、私は全然写真が撮れなくて、で父親がね新潮風景の写真家だったっていうこともあって、なんか写真集もちょっとねあったりなんかして、まあ、2冊ぐらいこうあったりなんかするんですけれど、ちょっと調べたんですよ。そしたら、ニコンサロン、銀座にニコンサロンってあったんですよね。ニコンサロンで1968年の10月22日から10月の27日まで奥州寺っていうね個展をね父が してたんですよね。で私はなんかニコンサロンで個展をしたことがあるっていうのは知ってたんですけど、これ正直私まだ生まれてなくてですね、うん、で父は大腸がんで54歳で死んだんですよ。だから私が22歳になったばっかりの頃でしたかねに亡くなったので、今実は私今54歳なんです。だから父がこんな感じの年に死んでいるっていうことで、まあその今回のね2分間の受賞した映像の中には、まあ、父の死やっていうこともあって、なんか悲しい絵しか描けなかったっていうのが冒頭スタートなんですけれど、でも私全然写真のことも映像のことも本当にわからないんですよ。だけど嬉しかったのはニコンの堀内さんでいいですかね、ねえ GM の方偉い方でしょ、法務長のジェネラルマネージャー、ジェネラルマネージャーの方なのね。堀内さんすごく素敵な方で、私たちのところに寄って来てくださったんですよ。すごくいい作品で感動したっていうことで、もうすごく嬉しかったですよ。堀内さん見ててくれたら嬉しいです。もう本当にどんなに救われたかわからないです。なんか私の本当に つまらないちょっとした人生のちょっとひとかけらみたいなところに、なんかそんな風に思いを寄せてくれたことが嬉しくて、堀口さんすごいもうありがとうございました。もう本当に生涯いただいた言葉は宝物にします。ありがとうございます。あとね、私全然写真のことも映像のことも分かんないけど、もう一人素敵な方がテレビ朝日の映像、テレビ朝日映像撮影部の清原さん、私ね YouTube を拝見してたんですよ。去年のね審査のあれを
なんか YouTube 上げておられてたので拝見してたんですよ。そしたら実際に会ったらもっと素敵な方で、そしたらなんかあの審査のこうね批評の時になんか泣いたって言ってくださったりして、ですごくあったかい言葉をくださったので、なんか本当に清原さんもこんな弱小のYouTube を見てくださってないと思うんですけれど、なんかすごい嬉しかったです。もうありがとうございます。もうごめんなさいね、私本当に皆さんのことがよく分かって、あの絵ばっかりやってるのでね、分かってなくて、あのちょっと気になるお二人のお名前しかちょっとごめんなさいね言えなかったけど、なんかたまちゃんも誰か、あまあでもテレビ朝日映像撮影部の、ね、清原カメラマンもそうですけど、長崎カメラマンも、あの、そう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 、ね、そうそうそう、優しかったね、いろいろコメントいただいて、そうね、最後ご挨拶に行った時二人でニコニコって挨拶してくださったりして、ね、はい、すごく優しかったね、はい、うん、あとごめんなさい、小原さんっていう審査員の男の男性とか、そうですそうです、うん、あのドローイング&マニュアルっていう、うん、結構映像の世界では有名な、うん、そのクリエイティブチームの参加した方で、結構そういった あと中根さやかさんですとか、あのあれです、あの今有名な大人ブルーの、そうそう、新しい学校のリーダーズ、あ、そう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 、CM とかね、ミュージックビデオとか、あの有名な人たちなのでね、第一線でご活躍される形に審査してもらって、びっくりしました。本当に、うん、あの光栄でした。うん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 、でも夢のようだったね。そうですね、なんか皆さん本当的確で、うん、あの私に玉木くんがインタビューしてくれたことを、まあ、2分間なんで凝縮するんですけど、それを私の言葉のようにね、全部その台本から何から、うん、全部ね、あのものすごい作業だったんです。それもね、うん、もう研ぎ澄まされるような作業だったんですけど、一字一句、あの最後はもう赤っていう言葉だけにしようとか、そういうことまで本当に詰めてやってくれたことも、全てお分かりっていうか、あの、うん、審査員の方はもう分かって汲み取ってくださっていて、うん、でなんか実際にその映像の中に、あの家がね倒壊するあの映像が流れたりですとか、お墓がねなぎ倒されている、それは本当にお恥ずかしいですけど私の実家で、あの震災の時も大変だったんですけれど、その後ちょうどあの紛争がねあの起きたぐらいの頃に、あの震度7の余震がありまして、それでもうあの大規模半壊と、もう全壊の家が出て、家を3軒ほど全部解体したんですね。でお墓もあの 3.11 の時に一回直してるんですけど、全部倒れてしまって、だけれど余震があってからまた同じようなああいう状況になって、実は写真家だった父が眠るお墓はまだ今ブルーシートがかけられてて、あのまんまの現状なんですね。本当にあれを出すのは私も心があれだったんですけれど、まあドキュメンタリーっていうことなので、あの玉木くんがねつなぎを着て私の実家まで手伝いに来てくれてるんですよ。その時にあの震える手でね、あのその時の光景をね iPhone で撮影したものをあのそこに入ってるんですけれど、でもあのまあそれがリアルなのであの皆さんにはどういうふうに伝わったかわからないですし、あの元旦にはね能登半島であの大きな地震があって、これにもうあの以前から作ってたんですけれど、応募するのをやめようかっていう相談もしてたよね、たまちゃんとね。もう、まあ、その実際その僕も先生のその取り壊しにお家がなるっていうことでお片付けにお手伝いに行った時に、まあ、結構衝撃的な光景ばかりだったので、あの、まあ、思わず iPhone で撮ったっていう感じですね。で、なんていうかその
まあ、10年以上あの震災から経ちますけれども、うん、まだまだその震災から、うん、やっぱりその震災がまだ終わってないって言いますかね、その当事者の人たちにとって、うん、なんでその結構いろんな思いがありますね、この映像には、うん、その、うん、まあ僕がその応募を迷っていた時に先生のお母さんが、うん、あの倒れたお墓の横に座っている女性が先生のお母さんなんですけどお母さんがあの応募してみたらっていうふうに後押ししてくれたので、うん、今回応募してあのすごい素晴らしい結果をいただいたってことですね。そうなのね、愛の人だからあの、はい、ものすごく応援してくれるんですよ。あの私にももちろんそのものすごい愛で応援してくれるんですけど、もう息子のように玉木くんのことも ものすごく応援してくれるので、まあ、みんなのね応援があってなんか今回のものにねつながっているね、はい、本当素晴らしいなっていうふうに思います。なんか日に日にね嬉しさが増してきます ね、 そうです ね、 ね、なんか実は彼は映像のなんですけれど写真の方を最初大学の時にやっていてね、暗室なんかをやっていたんですよ。なんで私の記憶では最初に触ってたカメラってニコンじゃなかった？そうです、まあ、まあフィルムカメラを、うん、まあ、オークションで自分で落として買ったんですよね。持ってる？持ってます、これですニコンですまあちょっとレンズはついてないんですけど、うん、ニコンの F3 っていうレンズで今でも動くんですけど、うん、いい音ね、かっこいい、かっこいいね、赤いラインが、かっこいい、赤いラインが、うん、で今回その玉木くんのスタートはじゃあやっぱりニコンな、そうなんですよね、で、うん、まあこれはフィルムですけど卒業制作もニコンの D8000 っていうカメラを使って撮影しました、うんうんうん、なんでちょっとで今回その副賞っていうか、うん、一緒にいただいたのがこうニコンのカメラで、うん、なんかニコンさんとすごく何かある感じで感慨深い思いがありますね。うん、そうね、始まりはいつもニコンっていう感じですそうそう本当にすごい、いただいたものですね。え、まだね実はずっと開けさせないでいたんですよ。あのほらYouTube に開封動画ってあるじゃないですか。一度やってみたくて何にも開けるものがないからニコンさんの商品を開けたいなーっていうふうに思って、なんかねちょっとずっとね開けないで開けないでって言ってきたんですよ、うん、なんかごめんね、いいずっとそういう感じでした。あ、でもね玉木くん、その前に皆さんにちょっとお願い事、あのすいません一個だけお願いをしてもいいですか。開封をする前に実はこのニコンのもあのベスト20にねノミネートされたというか、その残って今回の賞だったんですけれど、先日ご紹介したこの図録あのパブファンアワードであのベスト20に残ってるんですよ。1年間あの出版した本の中の20に残って、それで今あの最終の審査っていうことで皆さんのお力をぜひお借りしたいなっていうふうに思ってるんです。また概要欄の方にあの詳しいことは貼っておきますので、ぜひなんかネットギャリーっていう場所のなんかアプリをからあのダウンロードしてもらって、無料でダウンロードができるんですよ。この本の中身を見ることができるんです、実際に。それでそのネットギャリーをダウンロードね、そこからダウンロードしてもらって、なおかつこの表紙にいいねを押してもらって、あとレビュー投稿をねお願いしたいんですよ。この本も玉木くんが作っているんです。実は作りました。もうあのベスト20の男なんじゃない？はい、そうですなんでぜひねもう一回だけ皆さんあのチャンスくださいませんか。これ応援してください。あの皆さんあのあれでは見れない裏表紙はちらね、はい、あの人気者のウイになっております。実際はねあの、はい、こういうのがあの今あの
その最終審査でその皆さん の, あの、まあ、人気のあったものがなるのかな、わかんないんですけど、それが審査対象になるそうなので、皆さんのお力借りれれば本当に、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。すいません。さあ行きましょうか。お待たせしました。いよいよあの諸星美希チャンネル初めての開封動画、はい、ZF いいカメラ、いいカメラですね、はい、開けちゃいましょう、はい、どうぞ、はいはい、じゃあ開けていこうと思います。おめでとう、ニコン ZF、 ちょっと触ってみる、かっこいい、なんかいい感じ。さあどうぞ、はい、待ちに待った見てないもんな。おおお、開けるか、開けるね。何、会員募集とかあるよ。保証書とか、保証書とか保証してくれるの、うん、すごいね。説明書ね、うん、そろそろ出てくるかな、出てくるかな、じゃん、おお、まだまだ、ちょっと見ていきます。ストラップですね、ストラップ、ストラップつける派つけない派、つけた方がいい、そうだね、落としたりするんで。これ開けていいの、はい、やった。これバッテリーですね、バッテリー、うん、次がニコン、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 次がレンズですね。おお。レンズです。なんかレトロですね、昔のなんかレンズみたいな、この辺とかなんかちょっとみんな美術が好きな人が見るこれチャンネルだけど、はい、大丈夫ですかね、皆さんついてこれてますかね、うん、あの正直あのすいません、諸星もあんまり詳しく、写真館の娘でありながら全然詳しくないので大丈夫です、ついてきてください、うん、はい、じゃあいよいよボディですね。ああ、はい、じゃあ開けます。はい、お、見えました、見えました。ああ、だいぶあれですね、フィルムカメラに撮ってますね、ほら、ああ、すごい、かっこいい、かっこいい、へえ、なんかちょっとレトロな感じがする、フィルムカメラ見てる、なんか父親もなんかちょっと写真集の後ろの方に使ったカメラが出てたんですけど、ニコンのカメラあったもんね、フィルムカメラとだいぶ似てる、こっちフィルムカメラでこっちがいただいたものです、だいぶ似てる、めっちゃ似てる、めっちゃ似てる、すごい、すごいね、すごい、オレンジとかつけてみたら、うん、あんまり上に上げると見えないんだもん、はい、うん、かっこいい、かっこいい、すごい、ね、ありがとうございます、いい写真いっぱい撮ります、皆さんありがとうございます、これでいい写真いっぱい撮ります、すごいカメラでしょう。ジュングランプリですよ、本当にありがたいね。なんか私は、まあ、さっきからねお話してる通り写真も映像も全く詳しくなくて、あの全然撮れないんですよ、写真が。なんであの初めてね CP プラス2024
ていう、あのパシフィコ横浜っていうところでね、あの行われてた最終日に私たちは行ったんですけれども、なんかねすごい人で、美術でいうと東京アートフェアみたいな感じかな。こうブースがあって、皆さんがこうお祭りのようにいっぱいワイワイ人がいて、なんかいろんなステージでいろんなことをやっていたり、モデルさんがいてね、皆さんあの思い思いのカメラを試されてるみたいな感じだったんですよね。で特にあのニコンのブースがすごく可愛いのと、なんかこの表現があの合ってるかどうかわかんないんですけど、すごく体温を感じたというか、なんか暖かい感じがして、あのなんか居心地が良かったですね。でそこにあのまだね発表前にあのこう縦長のそのこう20作品ですかがこう流れてるっていうか、こう2箇所でねあの流れてるっていうようなところもあったりだとか、あとはなんかちょっとカメラのことはよくわかんないので、あのまあいろんなカメラがあったりレンズがあったり、あのステージもね、さっきのあの N ステージっていう大きなところがあったり、はい、あとこうちょっとなんていうのかな、ソファーなんかが置いてあって、なんか小さいところでそのあのまあトークセッション、そうだね、あの審査のこういうことがあったよとか、うん、あの審査でね今回選ばれなくてもこういう作品が良かったよみたいなことを、うん、あの審査員の方がねあの丁寧に話してくださるような時間もあったりなんかして、うんうん、うん、なんかすごく良かったですね。うんうん、まあその、まあうん、自分が一応気になってるブランドとかもちょっと覗いたりとか、うん、これ欲しいなって思ってた機材とかを、うん、実際のメーカーさんが展示していて、そのメーカーの方と疑問に思ってる点とか、うん、いろいろ話せるのは。やっぱりああいう機会じゃないと、うん、なかなかできないので、うんね、なんかキヤノンさんも富士フィルムさんもあとソニーさんも全く、もうもちろんニコンさん全く違うのね、あのカラーが違 う, う、うん、カラーが違うっていうか、そのブースに行くとその世界観があって、はあ、こういうのだったらちょっと楽しいのかなっていうか、うん、あのうん、なんか本当に私は一つ、うん、あの私は父とあんまりあの父がとても厳しい人だったので、あの写真を父から習わなかったんです。だから唯一諸星家で撮れないの私だけで、本当にあの後悔しています。あのちょっとでも触れたらな、ああいう時にいいかなって。であの結構ね、私たちあの絵の関係でもあのちょっと画像が必要だったりするじゃないですか、作品画像とかね。なんかそういう時とかもう全くダメですもんね。ギリ iPhone ですからね。本当にでも素晴らしい、いい。そうですね。まあ、玉木くんは行ったことがあるんだよね。僕はやっぱり一度だけ、そう、東京で働いてる時に一度だけ、ね、うん、あの仕事で。映像会社に5年ぐらい東京でね、あのそういうところで働いてフリーになったので、うん、その時に行ってるんだね。そうですね。うん、まあ今回ちょっとだいぶニコンさんはなんか可愛い感じのブースになってて、うん、人気だったよね。すごい人気だったし、うん、なんだろう、その業界のなんかスタンダードみたいなっていうことよりも、うん、なんかもっとこの写真とか映像が好きなそのクリエイターだけじゃなくて、うん、その趣味でやってる人たちとかも、うん、あのそういった人たちにもこう寄り添うような、そう、私みたいな粒の素人みたいな何も、うん、あのこうなんか近寄りやすいっていうか、うんうんうん、そういう感じはしましたね。なんか見てて楽しかったっていうか、うんうんうん、見てて楽しかったね、うん、でも本当に緊張して、その発表がある前に少し時間があったんですね。で会場をちょっとぐるっと回るんですけど、何一つカメラが触れずに、うん、あの緊張しすぎてなんか何にも入ってこなくて、うん、なんかいろいろ終わってからだよね、ちょっとね、うん、あの見たのはね、うん、すごいすごい一日でしたね。
あの三脚、面白い三脚ありましたね。あ、そうそう、みんな SNS ですごく、あのバズってた、なんかこうテープみたいなのでぐるぐるして、こんなちっちゃくなるんですよ。こんなちっちゃいね、うん、なんか日本で発売されてないっぽくて、なんか海外でもう発売されてるみたいで、20キロの重さを耐えれるのかな、すごいね、なんか最先端みたいなのがあったね。面白い発想でした。なんか猫の展示とかもあったみたいで、見たかったんですけどね、私ちょっともう時間がなくて見れなかったんですよね。あ、そうだ、これ聞くの忘れてた。どの、今回の作品のどのシーンが玉木くんは好きでしたか？まあラストカットも好きなんですけど、僕あの歌舞伎座の筋書きの表紙絵があって、あのそこにこの金魚のその窓から差し込む光に金魚のその影が映り込むシーンがあって、そこシーンが僕は本当個人的にすごい大好きで、あのまあまたご覧になってない方は見ていただきたいんですけど、あのまあ震災、まあ、金魚っていうものをそのテーマに、テーマというか中心に置きながらも、その亡くなあの時に全滅してしまった金魚や魚たちをまた歌舞伎座という大舞台で泳がせることができたっていうふうに先生は言ってるんですけど、その金魚っていろんなものを表してるんですよね。その震災によって失われてしまったそのたくさんの御霊のことをおそらく先生は考えてらっしゃるんだろうなって思いましたし、またその歌舞伎座のその筋書きのすごいあの華やかなその表紙になったその絵画の華やかな世界の中にその金魚の影が入ることの意味といいますかね、その決してその明るいものだけで先生のその絵画の世界ができているわけではないということを表しているっていう、いろんなものがあのもうワンカットで詰まってたっていうか、それがその縦型動画だった、それに今回の縦型動画っていうコンテストとすごくあのうまく合致したというか、あれが一番その今回の映像の中であの縦型動画だからこそ象徴的な映像になったんじゃないかなって僕は思います。そう、実はそのさっきね玉木が言った歌舞伎座の筋書きが出たあのシーンとラストのね赤って言ってバーンって本州のねあの絵の具がこう日の丸のように出るあの2カットはギリギリにねもう一回撮り直したんだよね。でその最後の影が落ちる、金魚が泳いで上にスーッと上がっていって、なんかその落とし込みがほんの何分だけだろうね、日が差したんですよ。ずっと曇りの日で天気がそんなに良くない日で、本当になんか天が味方したような数分間だけであれができてるね。その後も何度も粘っていい金魚の姿を追いたいから、まだまだもっともっとって粘ったんだけれど、本当にあの数分だけだったね。それだけしか撮れなかった、もう奇跡のシーンだったんですよ。私はちょうどねあの近くでそれを見ていたので、うわこういうあのなんか神様ってこうなんだって思うような瞬間の奇跡だったね。あとやっぱり最後にこだわりの赤をねやったよね。あれはあの撮り直して本当に私が思う赤を最後まで粘ってやってくれたこと、あとあの裏話で言うと、まだ見てらっしゃらない方もいるかもしれないけど、まあね色もないって言って黒い黒天然の黒岩が上からボタって落ちるシーンがあるんですけど、あれは2回やってるよねやり直したんだよねしかもすごくいいあの天然の黒岩も何種類か持っていて、一番いい色の一番高いやつを上から落とすっていうね、本当の黒を表したくてね、それもあったね。たくさん高価な
祝いの具を出していただきました、うんうん、まあ祝いの具だけじゃないですけどね、そうね、うん、あの中にはね、まあ、日本画をねやっておられる方は、あ、これ天然じゃないのっていうのは何色かあったと思うんですね、まあ、人工的なものもねあの中には含まれてましたけど、まあ、できる限りその色で天然っていうものがあの中には潜んでいるので、皆さん分かった方はぜひコメント欄をに書いてください。あれは群青じゃないのとか、緑青じゃないのとかね、なんかいろいろ皆さん気がつかれたらぜひコメント欄に書いてください。お答えします。まあ、あと、はい、金魚の映像もね、うん、ありましたけど、うんうんうん、まあ、うちで飼ってるその先生が飼われてるその金魚たちもそうなんですけど、うん、実際に季節も季節で、ちょっとやっぱ冬だったんで、ですけど、うん、奈良の方まで、ああそう、奈良は金魚が有名なんですよ。奈良の金魚ミュージアムでちょうどイベントをされていたんで、うん、それで許可いただいて撮影しました、うん、それがまた2カットぐらい入ってると思います。そうね、金魚、まあうちに、うん、1、2、3、4匹か、4種類のね金魚を飼っていて、うん、なんかそれだけではね収まらないので、なんか実際に金魚ミュージアムで の、うん、金魚たちもあの中に入ってるんだね、うん、なんだろう、まあ、堀内さんも言ってましたけどね、あ、堀内さんっていうかニコンの多分、まあ堀内さんが書いたんじゃないかなと思うんですけど、好評がね、愛がある、愛がある、ホームページの準グランプリに対する好評みたいなのが、もうスクショしてインスタグラムも載せたし、なんか X にも載せたし、スレッドにも、まあ、でもなんか載せたし、なんか嬉しすぎて載せちゃった、うん、なんか結構思い込めて作ったものがちゃんと伝わってて良かったですね、うんうん、本当になんか愛のある好評だったね、嬉しかったね、はい、うん、なんかこういうことがあるとまた頑張れますね。そうです ね、 なんか本当に、はい、諸星美希チャンネルもね1200人を超えて、なんかどん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 チャンネル登録をしてくださる方が増えてきて、もうそれは本当に一重に玉木くんの撮影と編集のおかげっていうのがあって、この通り私は何もできないので、ね、彼が言うようにやっているんですけれど、またね、なんかこんなことをやってほしいなとか、こんなことをっていうのをぜひね、遠慮なくコメント欄でも、またね、コミュニティみたいなのもなんか時々こう出してるので、よかったら遠慮なくどんどん書いてください。皆さん の、 また声を待ってますのでね、うん、何かありませんか、玉木くん、最後になんかありますかね泣いてるの、泣いてないですけど、泣いてますか。いやでも、はい、本当にありがたいですよね、感謝です、こんな賞いただいて、いや本当そうだね、うん、なんか来年出すの、あ、来年これですか、うん、ニコンの、うん、ちょっとわかんないですねオリンピックで、なんだろう、メダルを取った人に次のオリンピックがあって聞く、ちょっと品のない人になってしまいました。あ、キャノンに出す気だな。まあ何に出すのか分かんないですけど、私はいろいろね、時間のある限り挑戦してもらいたいなっていうふうに思うんですよね。で皆さんもなんかこのチャンネルを見ている方はきっと日本画を描いておられたり、絵が好きだったりする方だったりするかもしれないので、ぜひね、いろんなコンテストあると思うので、ぜひ挑戦してみてください。日展でいうと、もうすぐ4月に搬入があるんですけれど、日春展、新日春展といって、一般でね公募もしてますし、私もそれに出品もしてますので、そういう展覧会も、2点よりもサイズが小さいですしね、きっと応募しやすいんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひ皆さんもいろんな
のチャレンジをどんどんしてみてください。はい、じゃあ大輝くん今日はこの辺でよろしいですか。はい、ありがとうございました。はい、なんかいつもは絶対に出たくないそうなんですよなんですけれど今日はもう出ないと皆さんにお礼を言わないとっていうことで無理無理今日は2人でお送りすることになりました。皆さん本当に引き続きよろしくお願いいたします。なんかよかったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本当にさっきのねズロクの応援もそうですけれどすいません、いろいろ概要欄に貼らせていただきますので力を貸してくださいこんな2人が作っています。本当にこれからもどうぞ皆さん仲良くしてください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。